っといいかしら。え、あなたたちは。その驚き、俺たちのことを覚えてるってことか。今日が初対面じゃないわよね、メガネ太郎くん。ズバリ聞くわ、あなたがアイドルの妄想を生んだのね。僕は何も知らないよ。ああ、逃げられちゃった。だけどそれでいいのよ、メガネくん。明らかに動揺していたでしょ。そっか、それなら妄想球への入り口が。ええ、そういうこと。さあ急いで会場へ戻りましょう。うちはどこだ。おかしいわね、どこにもないわ。まさか彼は妄想者じゃなかったっていうの。確かに会話は違っていたわ。それにあの挙動不審具合、間違いないのに。外れだったってことか。納得いかないわ。朝日、明日も引き続き調査するわよ。遅刻厳禁だからね。遅い。ごめんごめん、お待たせ。もうイベントが終わっちゃうわ。なあ、メガネ君は。ダメ、来てないみたいなの。皆さん、ありがとうございました。お、終わったみたいだな。早速調べてみましょう。朝日。はいはい。どうしよう、ライブで興奮しすぎちゃった。リッピョン、新人なのに盛り上げ方が神すぎる。天性のアイドルなんだろうな。あ、早く握りたい。もういいだろこいつ。ついに人間のリッピョンとの握手会です。握手券は300枚ある。私の解釈でリッピョンと長い時間を過ごせる。こいつもういいか。やっぱり肝心のメガネ君は姿を現さなかったな。彼が妄想者なの。だけど妄想球への入り口はまだ。もしかしたら俺たちは何か見落としているのか。可能性はあるわね。一度状況を整理しましょうか。そろそろイベントも終わるみたいだし、ジャンク通りにでも移動するか。やっぱりメガネ君が妄想者なのかしら。他の連中は毎日同じことを話してるしな。毎日握手できて幸せそうだし、俺も明日は握手会に参加しちゃおっかな。そっか、そういうことね。なんだ、もしかして分かったのか。私たちの勘違いに気づいたの。同じ会話の中にヒントがあったのよ。どういうことっち。ヒントは
握手会にあったのよ。ほら、思い出してみて。思い出すって何をさ。まずは太井さんね。彼は言っていたじゃない。ふほほ、バカ、違うわ。彼はこう言っていたのよ。ああ、早く握りたい。そう、早く握りたいって言っていたのよ。そして細川さんだっけ、あの人も言っていたわよね。わ、私の解釈では、彼はね、こう言っていたの。だからこそ今日の握手会でリッピョンの記憶に残ってみせようではないか。そう、彼は記憶に残ってみせるって言ってたの。つまりあの二人ともまだ握手会に参加してなかったのよ。だけどメガネ君だけは違っていた。僕、早速握手してもらっちゃいました。こんな僕にまで笑顔で優しくて、でも本当に小さくて、ああ、もう今日は手を洗いません。彼は手を洗わないって言っていたのよ。ああ、なるほど。メガネ君は握手をした後だったな。ええ、握手会後のメガネ君だけが前日と違う言葉を口にしていたのよ。だけどさ、それならなおさらメガネ君が怪しいんじゃないか。もう一人いるわ。もしかして握手をする側の人間。そう、リッピョンこと百瀬リュウよ。なるほど、そういうことか。だけどそれだったら、言いたいことはわかるわ。なぜメガネ君だけが翌日に現れなかったかよね。うん、そうなんだよ。メガネ君以外の二人もその後握手したはずだろ。もし本当に握手会に原因があるのなら、あの二人も翌日違う行動をとっているんじゃないか。もしかしたら私たちが干渉したせいかもしれない。俺たちの干渉？私たちは繰り返しの影響を受けていない。いわばこの世界の例外なのよ。そんな私たちがメガネ君に強く干渉しようとしたから。ちぃ、朝日、真剣な場面で何鳴らしてるっち。はあ、俺じゃねえよ、ピン君じゃねえの。オイラのお腹の音はもっと可愛くておしゃれだっち。それじゃあもしかして。ごめんピン君。ちぃ、今の私なの。ちぃ、その飯食いに行くか。こんな時間だし飯食ってそれで解散するか。ありがとう。そうするっち。朝日、オイラは大トロが食べたいっち。逆か。っていうかピン君人前で食べられないだろ。ちぃ、よし、今日はラーメンの気分だ。ジャンク通りの外れにうまい店があるんだよ。それでいいよな、サキ。私、初めてだけど大丈夫？ラーメン屋さんって怖くない？どんなイメージだよ。今時女子高生でも一人でラーメン食べに行くぞ。ほら、私絵に描いたような女の子だから。家系ならうずら欠かせないし、博多なら粉落とし派だし。詳しいな。たくもう、ほらさっさと行くぞ。ありがとう、朝日。お待たせ。眠い。ギリギリ遅刻よ。まあ、今日のところは褒めてあげましょう。やればできる男なんだ、俺は。やらなきゃできない男ってことね。さて、今日は握手会前と後、両方聞いてみるわよ。ヒントは握手会か。なあ、メガネ君は？いないわ。だからこそ、違う原因を見つけるのよ。
しよう。なんて声をかけたらいいんだろう。なんか昨日と違くないか。ええ、様子がおかしいわね。朝日、お願い。なあ、ちょっといいか。僕に話しかけているのかな。まあ、そうだよ。なあ、リッピョンとの握手って済ませたのか。まだだよ。今ね、なんて声をかけるか考えていたんだ。どうしたらリッピョンが元気になってくれるかなって。僕が元気にするんだよ。待っててね、リッピョン。おい、サキ、やっぱりあいつ言動が違ってたぞ。どういうこと？まだ握手会前なのに。ついにリッピョンとの握手会だ。なのに私としたことが。私の解釈だと、こういう時にかける言葉は。なあサキ、握手会前なのに昨日と違うぞ。もう少し様子を見ましょう。どうしたらリッピョンの心の隙間に。私の解釈でも答えが出ないだと。あと少しで握手会だというのに、私の解釈が間違っているとでも言うのか。ああ、尊い。なんて尊い存在なんだ、リッピョン。握手会前なのは間違いないわよね。私の解釈が間違っているの？変な口癖映ってんぞ。結局全員の言動が変わってたぞ。もうわけわかんねえよ。私だってわからないわよ。一体どういうことなの？ああ、もう無理。とりあえず飯食おう。俺は疲れた。さすがに賛成ね。一度頭をすっきりさせましょう。じゃあ今日はカレーでも行っか。ここから少し離れてるけど、うまい店があるんだよ。私はラーメンでいいわよ。油も乗って苦手だけど、朝日は歩くの面倒でしょ。だから昨日と同じお店にしてあげる。いや、別に面倒くさくないし、それに2日連続で同じものってのは。いいから行くわよ。昨日のラーメン屋さんで決定ね。食い物まで繰り返しかよ。2日連続のこってりはいよりも精神的に来るな。そうかしら。私明日もここでいいわよ。っていうかラーメン苦手じゃなかったのかよ。あれ？なあ、今誰か通らなかったか？ええ、通ったわね。まるでアイドルみたいな可愛い女の子が。もしかしてリッピョン？朝日、ちょっと隠れて。リッピョン、待てよ。何があったのか教えてくれませんか。私の解釈が間違っているのですか。どうしたんだ。もしかしてファンに追いかけられてる。朝日、行くわよ。なんだか様子がおかしかったわ。あ、ちょ、いきなり引っ張んなって。ほら、早く走って。待て、だったらこっちだ。近道だよ、先回りするぞ。おい、こっちだ。安心して。見た目はあれだけど、あなたを守ってくれるわ。リッピョン、俺の後ろに隠れて。あいつらの位置からは見えないはずだから。はい。
私の解釈ではこちらに来たはず。一票どこにいるんですか。太いさん、あっちを探してみましょう。向こうに行ったみたいね。いいよいいよ、気にすんな。あなた、百瀬りゆちゃんよね。もしかしてりゆのことご存知なのでしょうか。知ってるも何も、ベルサイユのイベント見てたよ。本当ですか。わあ、ありがとうございます。だけどやっぱりアイドルって大変なんだな。あいつら厄介な出待ちなんだろう。駆け出しのリュウを応援してくれるんです。必死で逃げていたように見えたわ。今日はたまたまです。みんなリュウがいけないんです。すげえ、自分のせいにするなんてアイドルの鏡だわ。そんな本当にそう思っているだけです。でもやっぱり褒められると嬉しくなっちゃいますね。かわいすぎだろ。ちょっと朝日、私への態度とえらい違いじゃないかしら。当たり前だろ。俺も明日から握手会に参加しよっかな。って、あれ、なあ、昨日もこの時間って。な、何よ。なあ、昨日はリピョンここを通ってないよな。これってさ、つまり。あら、やっと気づいたのかしら。リュウちゃんを追いかけていたファンたちも気になるわ。あの、皆さんどうかされたのでしょうか。ああ、いやごめん、こっちの話。っていうか、ここから離れた方がいいかも。もしかしたらファンの人たちが戻ってくるかもしれないわね。それじゃあ送っていくよ。でも大丈夫よ、安心して。彼ね、ニートだけど秋葉原には詳しいの。だからちゃんと無事にあなたを送り届ければ。褒めるかけなすかどっちかにしろって。本当にご迷惑じゃありませんでしょうか。いや全然、むしろ任せろって感じだよ。ありがとうございます。それじゃあどこまで送っていけばいいかしら。できたら秋葉原駅まで。あ、でも本当にここでも大丈夫ですから。了解、どんな場所だろうが俺が無事に送り届けるから。こんなにやる気な朝日、初めて見たわ。妄想キュッチ、緊張入っとくっち。ポイントっち。